夢ラジオ。第四千。二百四十一回。今日は。令和四年。十一月。一日。火曜日です。時刻は午後五時半。横浜港北。火曜日夜が来ました。霜月。ですね。日が暮れるのは早く。五時半でもう真っ暗。 リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうかさて4241回目今回はイデオン群衆なだれこんなタイトルでお話ししましょうイデオン群衆なだれ先週の土曜日ですね ソウルのイデオンってとこで群衆の列が倒れてまあ列っってもう塊ですね群衆のねおそらく日本の地下鉄のラッシュアワーの時ギュウギュウ詰めになりますよねあのノリだと思いますもう動けない で倒れていってっなが起きたで雪崩が起きると一番下に来た人あるいはその上に来た人の更に4人も5人も倒れていきますから結局一番下の人には合わせて2 0 0キロぐらいの重さがかかる。 200キロの重さなんか特に女性は耐えられないですよねまだ発表ありませんがあの亡くなられた人の多くは女性だったんじゃないでしょうか女性でそんな何百キロも上にのしかかってずっと耐えられる人いない男だったら体頑丈でなんとかなったかもしれないですけどね あのイデオンっていうあの場所はソウルの、まあ、繁華街といえば繁華街なんですがミョンドンと比べてちょっとグレードが高いこんなイメージがあるんですよイデオンって。もともとイデオンっていうのはずっと前からそれこそ李氏朝鮮の頃から外国の人が まあ住んでいるような、まあ、当時の外国っていうのは主に中国だったでしょうがそういう場所でで朝鮮戦争の後はここにアメリカ軍の基地があったでこのイデオンといえばずっと米軍基地でしたそして米軍からいろんな文化がソウルへと流れていきました 食べ物でお鍋のことをチゲって言いますね韓国語でで舞台チゲつまりアメリカ軍の舞台が韓国のお料理のチゲをまあなんとか自分らでも作ってみたとで舞台チゲ韓国では舞台チゲというふうに言いますねアメリカ人の食事らしくソーセージが入った そういうい舞台地それがその後広まり地ゲのもう一種類として定着するまでになりましたあとソウルに泊まってた時ソウルハイアットに私は泊まっていてでハイアットから、まあ、一番近い駅はイデオンだったんですよただし遠いですよあのソウルハイアットから イデオンまでは歩いて20分ぐらいかけてまあ遠いなと思ったらタクシーだし歩いてもいいやと思うなら坂ずっとホテルの方へ歩いて行ってっていうですから私にとってもあのイデオンの駅っていうのはまあ,かし思い出のあるしかも今回話題になってましたがあの近くでよくロケやってるんですよね。 だから私もあの屋根部屋の猫っていうちょっと古めのドラマで申し訳ないんですけど屋根部屋の猫っていう非常に流行ったドラマがありましてオクタパンコヤインって言いますね韓国語ではオクタパンっていうのが屋根部屋なんですよ住居の屋根にまた住居があるっていう まあ夏は暑くて冬が寒いという貧乏人向けのオクタパンなんですけどねそこにあのまあ男の子と女の子がこう偶然同居することになってお互い喧嘩ばっかりし合ってるんだけどいつの間にか心通わしてっていうまあいかにも韓流ドラマちょうど舞台がイデオンでしたからあのイデオンの駅からそのオクタパンが。 撮影されたあの場所まで行った記憶があります、ね、でこの「屋根ビアの猫」っていうのは古めのドラマで申し訳ないと申しましたがあのいっぱいこのイデオンのあたりではロケが行われていて最近ではね「イデオンクラス」っていうこれも非常にはやりました去年ぐらいでしたか。私はこの「イデオンクラス」っていうのは見て,見ていません。 だからなんか日本の報道だと渋谷のセンター街あたりと一緒にされてますけどどっちかっていうと六本木あたりな感じがしますよで私はっていうとあの大通りからイデオンの駅にそのまま入るっていうそういうことであの路地とかそういうところには足踏み入れませんでしたね。ちょうど 六本木に行くとしても大通りはよく歩くけど、一歩中に入るってことはあんまりやらないでしょう。やるとなんか途端に雰囲気変わりますよね。あの大通りで六本木歩いているのと、路地1個入って六本木歩くのとでは。と同じことですよ。特にイデオンのあの辺りはクラブやバーがいっぱいありますから、 あんまりソウル歩いててそういうところに入りたいとは思わないでしょうだから私もあの全然行かなかったで今回その路地の一個で雪崩が起きたぎゅうぎゅう詰めでしたねで痛ましいのはまあ日本人の女の子2人もあの場にいてそして犠牲になった いうでりました、ねまあ韓国のドラマとか映画とかに憧れてそれで韓国語を勉強してでソウルも行ってイデオンも行ってっていうのはまあ気持ちわ分かるんですけどハロウィンの日に行くことはないのになとは思いますね。もう 聞いいいいただけでその人がっっぱい出るる。うのは,はっきりわかる別にあの,あのような雪な崩が起きなくてもねハロウィンのイデオンって言っただけであやちょっとやめた方がいいんじゃないかと特に外国人はとだからその意味においては自重できなかったんかなという気はしますね。であの辺さっきお話しした理由でイデオンってソウルの中の外国みたいなところがちょっとあってですから外人がもともと多いんですよ。 だから今回もその日本人のお方々だけでなく外国人が犠牲になったっていうそういう話も報道になってましたね別に誰か主催してあのような形になったわけじゃないので誰も責められない別にソウル市に責任があるわけじゃない。 で警察に責任があるかどうかは微妙な問題であんな状態をそもそも予想できたのかっていうそういう話ですね。政政治治ももちろん責任ははない政治に対してやっぱり予想はできないから、ね、ですからまあこれ以降はああいう人が多く出るような時にはそれが予想されるんだったらあの雪崩になろうがなる前が。 その警察官とか警備の人をたくさん置くっていうまあ当たり前の話ですけどそれがこれから法的に義務付けられるでしょうね韓国ではね大きな事件ですよ。で2014年だったと思います今から8年前にセォル号事件というとんでもない事件があってあれは完全に人災人が起こした災害だったと思うんですが。 今回のこれって、まあ、人が関わってるから人災と呼べるかもしれないけど誰かがやろうと思ってやったようなそんな事故ではありませんね。なんせ外人としてねああいうイデオンとかそういう路地入るっていうのは昼間ならともかく昼間でも行く気しなかったけど。 夜なんか行っちゃダメですねハロウィーンであろうとなかろうとだからまあ寄せばよかったのにとあの何とか思いとどまることできなかったかなというふうに日本人の方々にも思いますね「イメラジオ4241回目」今回は「イデオン群衆雪崩」。 お話し,しました。火曜日の夜です。